徐々苦しめられるね、また、存在がこう一人、ね、増えるとなるとね、はい、やっぱり上位もね、また上がってきたなというふうにね、気持ちが思うでしょうから。そうですね、はい、準備ができましたら、栃ノ若の勝ち越しの喜びの声をインタビュールームからお伝えする予定になっています。さあ今度は8勝1敗の宝富士と7勝2敗勝ち越しをかける高安という、これも今日注目の取り組みの一つです。おととしの九州場所以来の両者の対戦ということになります。放送席どうぞ。放送席では10日目に勝ち越しを決めます。放送席どうぞ。放送席では10日目に、表情がこの注目の一番が制限時間いっぱいになっています。全勝春馬富士、そして1敗が白鵬とこの宝富士、平幕で1敗で両横綱についていくか。横綱春馬富士の土俵入りの時の露払いも務めています宝富士です。高安は勝ち越しがかかります。捕まえて宝富士、左が差したい宝富士、左を差した宝富士、下手を引きました、それを切ろうという高安です。どうやらポイントは両者右からの攻め、高安が攻める、高安が上手を引いた、高安寄る、勝ち越しに向けて高安寄る、上手出し投げ、高安勝ち越し、宝富士は2敗に後退です。この段階で全勝春馬富士、1敗白鵬、この両横綱のみになりました。1敗の宝富士は2敗に後退、高安が勝ち越しを決めました。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで高安の勝ち。画面でご紹介していますが、全勝春馬富士、1敗白鵬、そして2敗でまだ相撲を取っていません、稀勢の里、今勝ち越しを決めた高安、1敗から2敗に下がった宝富士、インタビューをお伝えしました、栃ノ若が2敗という展開になっています。今日は向正面は西岩親方ですが、西岩さん、はい、攻防があっていい取り組みだったと思います。そうですね、高安の方が先手先手で攻めていきましたね。ここからですね、先手先手、はい、宝富士がなかなかこう右上手を引かせてもらえませんでしたね、はいはい、今日はあれですか、そちらから見ていても、はい、宝富士の右の攻めがもう一つ出ませんでしたか。そうですね、左は差したんですけど右が、はい、あんまりこう使えてなかったですよね。あ、抱えるだけ、あ、回しに手がかかったらもう最後のところです。そうですね、今場所これしかし高安がいいんじゃないでしょうか、西浦さん。そうですね、突っ張りもよく出てますしね、はい、前出てますよね。そうですね、はい、吉田さん、はい、宝富士はですね、はい、もっと自分から積極的に行けばよかったと、先に右から押っつけられるし、先に上手を取られるし、下手は切られるしと防戦一方でした。うん、もっと積極的に行けばよかったなって帰ってきましたね。まあ、確かにこの辺は西浦さんもおっしゃるように高安が先手の攻めでした。去年の秋場所実勝勝ち越しということになります。高安のこの勝ち越しのインタビューも準備ができましたらお伝えする予定にしています。しかし玉ノ井さん、これで全勝1敗は両横綱ですね。そうですね、まあ、両横綱が引っ張っていくような形ですけれども、うん、まだ2敗でね、4力士ですか、ついていってほしいですね。そうですね、放送席、はい、どうぞ。勝ち越しインタビュー、今度は高安席です。おめでとうございます。ありがとうございます。この10日目での勝ち越しというのはご自身どういうふうに捉えてますか。そうですね、先場所上位の成績で終わってしまったんで、はい、新年の始めとして思い切って言おうと思った結果がこれにこういうふうにつながって嬉しいです。はい、今日は左四つになりましたが自分から攻めていきました。このあたりは、そうですね、後手に回らないように自分から先手を取ろうと思って
はい、攻めることできたんで、はい、よかったです。それが好調の要因にもつながってますか？あ、そうですね、もうとりあえず一番一番集中して毎日取ってます。これからも勝ち続けてください。はい、また明日から気を引き締めて頑張ります。勝ち越しを決めました高安関でした。